皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。ビーレジェンドのおすすめプロテイン3つご紹介します。今日もよろしくお願いします。まず1つ目がミートダウンの豆乳ラテ風味がおすすめです。今年限定で発売されたプロテインなんですけども、豆乳ラテの味がすごく充実に再現されていて、ソイプロテイン独特の飲み応えがある感じすごく好きなんですね。結構腹持ちがいいので、仕事中のおやつ代わりに飲んだりとかよくしています。本格的なカフェ顔負けの味だなというふうに思っているので、開発人の熱意が伝わるプロテインだなというふうに思っています。2つ目なんですけども、情熱のパッションフルーツ風味です。南国で採れるようなフルーツの味が再現されたものなんですけども、プロテインの概念が変わるようなフレーバーなんですけど、ミルク感があんまりなくって、夏場の暑い時期のトレーニングなどでもホクホク飲めるようなフレーバーなので、すごくおすすめのフレーバーです。番外編なんですけども、 WPI の地中海レモン風味とジュニアのイチゴを混ぜて飲むのが私の好きな飲み方なんですけども、 WPI の方が黒スプーン1スクープ分で、ジュニアのイチゴが1スクープ、1日取らないといけないカルシウム量が 600mg なんですけども、普段の食事で取ろうと思ったら結構大変だなって思うので、こういうサプリメントの力を借りて1日 600mg 最低限取っているような感じですね。イチゴとレモンの味の組み合わせすごく好きなんですけども、甘酸っぱくなるので、取れたての酸っぱいイチゴが好きな方だったら気に入っていただけるようなフレーバーだなと思っています。最後の一つ、地中海レモン風味が好きです。減量中とオフの時関係なく私は飲んでるプロテインなんですけども、地中海レモンが結構酸っぱいようなフレーバーのプロテインなので、味に後残りがなくって、すごく飲みやすいようなフレーバーです。私いつも無脂肪ヨーグルトに地中海レモン風味1スクープ分入れて混ぜて飲んでいます。レアチーズケーキ食べてるような感じの味になるので、私すごく好きです。皆さんもぜひ試していただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。